皇の皇后と5人の側室たちの関係。明治天皇には皇后の他に明らかになっている女性で5人の側室がいた。明治天皇の皇后は一条春子。しかし2人の間には子供ができず、皇后に解任の兆候がないことを知った宮中は5人の側室を迎えている。そんな側室たちにとって皇后はライバルのような存在という認識ではなく、上司にあたる存在だった。当時の皇后や側室制度というのは女官の位の一つで、皇后は圧倒的に高い地位だったのだ。皇后は天皇のそばにいる女性たちを取り仕切る役割をしていたため、明治天皇が自分の意思で女性を選び、その女性と一緒に過ごすことは許されていなかったよう。その日の夜を天皇と過ごす側室を選ぶのも皇后の仕事で、これは一部の女性だけに負担がかかるのを防ぐ目的もあったよう。明治天皇は多くの側室を迎えた結果、5人の息子と10人の娘を設けたが、4人の息子と6人の娘は5歳になる前に亡くなってしまい、無事に成人できたのはたった5人だけ。当時の医療技術が発展していなかったことも原因にはあるだろうが、明治天皇自身も病弱だったため、それが遺伝したためだったのかもしれない。